オートイコール・ロワール県は、フランスのオーベルニュ・ローヌ・アルプチ域県の県である。フランス革命中の1790年3月4日、新たな県として設置された。旧ラングドック州から、ブレ地方、旧オーベルニュの一部、旧ジェボーダン、旧ホルズから構成されている。オートイコール・ロワールは、オクシタニアに属する。県の2、3を占めるブレはかつて、 ラングドックの一部であったが、大きな自治を享受するトゥールーズとは、距離が離れていた。オートイコール・ロワール県の地方と、革命前に属した州、オーベル・ニュブレジェ・ボーダン・ビバレイ・ホルズ、オートイコール・ロワールの名は、県を、南から北に流れるロワール川の上流にあることから、名付けられた。また、アリエ川も流れている。県は、中央高地の中東部に完全に含まれている。県の2、3は、 標高800メートルを超えている。最も低いところで海抜400メートルである。全般的に、オートイコールロワール県の地形は、県西部から北西へ向くアリエ川の渓谷で囲まれている。アリエ川の西側はマルジュリト地方へ広がる。東側はブレ地方である。ロワール川渓谷やリニョン・デューブレ渓谷を含めた、いくつかの谷も交差する。 県には700以上の河川があり、それらはアリエ川やロワール川の流域に分散する。アリエ川流域は県西部に広がる。ロワール流域は県東部の2、3を占める。気候は海洋性気候の傾向があり、周囲の産地によって大陸性気候の特徴が強調される。穏やかな地中海性気候は県南部及び南東部の降水量に、 その影響を感じさせている。冷量な山岳気候は高原で優勢で、アリエ渓谷の一部の村々では、著しい微気候を持つ。高天は特に夏、高原で、時々発生する。2010年1月1日、県の法的人口は22万437人だった。1999年の国勢調査から1万1324人、増加している。 年間1350人、約0.6%が増加しており、オートイコールロワールは、地域圏内で最も急激に人口が増加している、県である。20世紀前半、県は、人口の1、3を失い、1990年代まで、多かれ少なかれ一定で推移してきた。県には2つの都市部しかない。1つは、人口6万6千人をわずかに超えるルピューヤンブレ。 都市圏である二つ目は、オートイコールロワール県にまで伸びてきたサンティティエンの都市圏で、県北東部のコミューン8つが含まれ、人口は約1万5000人である。ありがとうございます。